どうだ、少しは落ち着いたか。ええ、交流会相手によく戦ったな。いや、俺も和樹さんもこの町がなけりゃ今の自分はなかったんです。だから神室町に攻め込んでくる奴は許せないんです。けど俺は奴ら相手に何もできなかった。そんなことはない。体張って店を守ろうとしたじゃないか。桐生さん、お前たちは毎日一生懸命働いている。立派なもんさ。それが神室町の力になってるんだ。それに引き換え俺はこんな時にしか役に立たない男だ。一人で病院へ行けるか。はい。大吾、合流会の仕業か。ああ、だが兵隊は全部片付けた。じゃあ合田隆二はやったのか。いや、あいつとの決着だけが残ってしまった。そうか。爆弾の方はどうなった。30個は解除できた。今最後の一つを真島のおじきが解除してる。真島の兄さんが。次は青やな。はい。なんや、腹の調子でも悪いんか。いや、故郷に残してきたお袋のことを思い出してしまって。なんでおかんと爆弾が関係あるんや。いや、お袋一人暮らしだから自分にもしものことがあったら。せやからこうして解除しとるんやろが。でも親父、これでこの配線を解読できるんですか。アホか。俺がこないなごちゃごちゃしたもん分かるはずないやろが。せやけどやらにゃしゃあないからこうやって勘を働かしとるんやないか。勘？勘なんすか。なんやお前、俺のこと信用しとらんのか。いや、そんなことはないっす。それなら早よやれんけ。はい。あ、親父、最後の2本です。あ？へい、めんどいや。どちらにしようかな。神様の言う通り。決まった。赤や。親父、生きるか死ぬかの選択なんです。もうちょっと真面目にやりましょうよ。うっせえボケ。もう赤に決まったんや。それ貸せや。嫌な夢ね。よし。
さすがだな、真島の兄さん。いや、今日はほんまに勘が冴えとったわ。百発百中やで、な。はい。ありがとう。やめや。備えに感謝されるようなことしてへんわ。遊び半分ってとこや。さ、飯でも食いに行こうか。仕事すると腹がすくの。はい。じゃあキリエちゃん、後のことは任せたで。ほな。そやキリエちゃん、リュウジとかいうやつに負けたら承知せえへんで。俺との勝負も残っとるんやからな。ええ。どうしても郷田隆二との決着をつけに行くのか。夜になったら狭山が戻ってくる。そしたら一人で奴のところへ向かう。それまでの時間、久々に遥と街を楽しむさ。あんた一家にいた。お久しぶりです。どうしたんだ、こんなところに。ええ、ちょっと。ハルガ、少し桐生に話したいことがあるんだ。表にいてくれないか。うん、分かった。これを見てもらいたい。倉橋の持っていたデータをコピーして須藤に解析してもらったんだ。これは狭山と郷田隆二の経歴だ。郷田隆二の両親の欄を見てみろ。ジョン・スヨン、まさか。狭山薫と郷田隆二の母親は同一人物なんだ。ということは。今帰ったわ。どうしたの、そんな深刻な顔をして。いや、彼とは初めてだな。警視庁四課長の須藤警視正だ。はじめまして。はじめまして。府警四課所に警部補の狭山薫です。私は捜査の続きがありますので、これで。あ、どうして本庁の四課長がここへ。例の爆弾騒ぎのことで俺に事情を聞きに来たんだ。それで爆弾はどうなったの。全て解除できた。そう、それはよかったわ。倉橋が持っていたディスクはどうなった。府警のシステムでも解析できなかったわ。そうか。合流会の方はどうだったの。どうにか撃退できた。残るは龍二一人だ。一人。そうだ、奴は俺との決着を望んで一旦退いた。どこにいるの。神室町の一番高い場所、そこで待つと言っていた。神室町ヒルズのことは。おそらく。あなた行くの。ああ、あいつとの勝負避けて通ることはできない。行かせないわ。何。私は府警四課の主任よ。殺し合いをしに行く人間を見過ごすことなんてできないわ。今になって何を言ってるんだ。ただ私は警察の人間として言ってるだけよ。そうか。だが俺は行く。
勘違いしないで。あなたはまだ私の監視下にいるのよ。する気になればいつでも逮捕できるわ。ならすればいいさ。どうしても行くのね。ああ。ならその前に行ってほしいところがあるの。なんだ。今うちの課長が警視庁に来てるの。あなたに話があるそうよ。何？別所さんが？ええ、近江高島会の動きが怪しいの。多分そのことよ。どうする？言ってもらえる？ああ、分かった。さっきの佐山の態度気にならなかったか？ああ。関西で何かあったんじゃないのか？それに府警の四課長がこんなところに呼び出すってのもおかしな話だ。うん？誰もいないようだが、これはどうしたんだ？これは佐山か？これでいいわね。こんなところに呼び出してごめんなさい。私にもしものことがあった時のためにこれを残しておこうと思いました。私が知っている全ての情報と今の私の正直な気持ちをあなたに聞いてほしかった。少しの間時間をください。たった今府警のシステムで倉橋が持っていたディスクの解析に成功したわ。そうしたらあることが分かったの。私と郷田隆二は血のつながった兄弟だったのよ。多分河原さん、いや私の父があの現場から救い出した子供が郷田隆二だったのね。今の私にとって唯一血のつながった人間が郷田隆二だなんて、こんな皮肉ないわよね。あれだけ憎んでいた極道組織の男が兄弟だったなんて。今の私にできることは郷田隆二に全てを話し、この無駄な抗争に終止符を打つこと。彼のたった一人の肉親として、そして府警四課主任の任務としてね。あなたが私に話してくれたこと、二人で歩いた大阪の街、忘れたりはしないわ。ずっと胸に刻んでおく。それが私にとって唯一のあなたとの思い出。それでいいのよ。やっぱり私とあなたは住む世界が違うんだもの。心を許した私がいけなかったのよ。それだけ。あなたは素敵だった。ごめん、笑顔で別れようと思ったのに。あなたの言う通り、宿命から逃げずに生きてゆくね。さよなら。佐山。カオル！カズマ！
こりゃどういうことやねんな、キリュウさんよ。リュウジ。動かないで。ゴーダ会長を返しなさい。あそこにおるわ。次にせえ。会長。無事だ。で、姉ちゃんは何をしに来たんや。あなたを逮捕しに来たの。何を今さら。自分かて登場会とつるんでいろいろやっとったやないか。そうよ。だからあなたを逮捕したら私も出頭するわ。一緒に刑務所にでもどこへでも行きましょう。何やと。もうこれ以上家族が死んでしまうのは嫌なの。家族やと。何アホなこと抜かしとんねん。ゴーダ・リュウジ、あなたは覚えているはずよ。炎で燃えるビルから助け出されたことを。それが何やっちゅうや。あなたも知っているでしょ。自分がジンゴン派の生き残りであるということは。せやからそれが何やねん。あなたが知らないところでジョン・スヨン、つまりあなたの母親は生きていたの。名前を変えてね。河原祥子、私のお母さんよ。あなたと私はジョン・スヨンの血を分け合った兄弟なのよ。どういうことや。私はあなたを助けたい。たった一人の兄弟として、そして一人の刑事として。だからもうこれ以上戦うのはやめて。ゴーダ・リュウジさん、あなたを逮捕します。嘘え。わしに妹がおるなんて。お嬢さんの言う通りや。今までほんまのことが言えんで、すまなんだ、リュウジ。26年前、スヨンが関西へやってきてすぐ、私たちは知りおうた。蒼天堀のしがない酒場。偶然私は、その店でスヨンと知りおうて、彼女の素性を知った。組織から逃げる毎日。スヨンはお前という子供を抱えて疲れ切ってた。生活に余裕のあった私は彼女を助けるつもりで援助を申し出た。その後私はスヨンを見受けした。けど関西へスヨンを追いかけて赴任してきた河原という刑事にスヨンとの仲は切り裂かれた。私の父のことね。そうや。仕方がない話や。私は所詮極道もん。スヨンも生活のために私についてきてることは分かってた。つまりわしはおかんに捨てられたっちゅうことか。違う。私が望んだことや。去っていくスヨンにお前を欲しいと言うた。私にとってお前は本当の息子以上に。うるせえ。そないなことはどうでもいい。龍二、わしは今まで孤独の中で生きてきたんや。ゴーダ人中極道を超えることだけを考えてな。せやからわしは人言派みたいな連中と結託してまで戦争を仕掛けたんや。お前やはり26年前の事件を。関係ない。
わしにとっちゃ復讐とか恨みとかどうでもいい。奴らと利害が一致した、それだけ。さあ残るはあんたとの決着だけ。待ちなさい、私の話は終わってないわ。ゴーダリュウジ、やはりお前は俺が思っていた通りの男だ。どういう意味？自分の生き方を変えられない、ただ馬鹿正直に己を信じて突き進む。知ったようなこと。俺の親友だった男によく似てる。戦うことこそが生きていることの証。そういう男には俺も全身全霊をかけて応えるぜ。カズマ！カオル、すまない。よし、なら一丁派手に極道の絵で探せようやないか。会長、すみません。いいんです、これで。あんたのおかげで龍二の心の声を初めて聞くことができました。おおきに、ありがとうございました。合田会長、今まで私は大切なことを龍二に隠し通してきた。ほんまのことを言えば、ルージが私の元から去っていってしまうと思ったからです。佐山さん。はい。ルージの父親として息子が犯した罪を一緒に背負うつもりです。会長、私も近江の大門を背負ってきた男です。けじめだけはきちんと取りたいんや。龍二と一緒に逮捕してください。お見事や。合田会長、桐生さん、ここまでは見事に私の筋書き通りに動いてくれました。まさかその声は寺だ。どういうことや。これは全て私が描いた絵図なんですよ。26年間考えに考え抜いたね。それじゃあなたが。そう、キムデジン。26年前の事件、最後の生き残りですよ。お前どうして死んだふりなどしたんだ。あなたという人間は理屈じゃ動かない。死ぬくらいのことをしないと動いてもらえないと思いましてね。なぜそこまでして俺を。あなたが動けば近江も動く。そして関東と関西は一触即発の状態になる。
そういう筋書きです。じゃあお前は龍二を焚きつけるために杯の話を持ち出したんだな。ええ、龍二は東条会と近江の杯など絶対に認めるわけがない。予想通りクーデターを起こして関東に牙を向けた。そしてあなたに倒される。まあこれも計算のうちでしたがね。龍二もお前たちの標的だったっていうのか。そうです、龍二は我々の掟に背いた。だからです、龍二は神宮恩派として行動することを拒み続けた。彼にとっては26年前の恨みなどどうでもよかった。頭にあるのは自分が頂点に立つことだけ。それならそれを利用して最後は掟に従い死んでもらおうと思ったんですよ。寺田、桐生さん、あとはあなたを片付けて東条会を潰せば全ては終わる。生き落として生きた26年間、あと少しでそれも終わる。あなたたちを倒し、あの爆弾にスイッチを入れれば全てが終わるんだ。爆弾気がつかなかったんですか。あなたたちの目の前にあるじゃないですか。どうして爆弾は全て解除したはずだ。倉橋の分ですよ。あなたの父親河原二郎が殺した倉橋のね。あなたたちは私の同志、いや親友を奪い去った。だからその復讐をする私が用意したんですよ。このスイッチを押せば神室町が火の海になります。本気なの？安心してください。この爆弾が爆発する頃、あなたたちはすでにこの世にはいないんですから。寺田、何ですか？最後に教える。お前はあの時風間のおやっさんの墓前で嘘をついたのか？何が言いたいんですか？26年前お前を助けたのは風間のおやっさんなんじゃないのか？なんでそれを？26年前のあの日、俺はお前を見ていた。어떡하지영민아씨발이래서는오래못버텨이놈아원수를갚아야지그래뒤에서치면이길수있을거야어
生きろ、うん、お前らは若い、命を無駄にするな、生きろ。そうだったんですか。あなたがあの時の。確かに私と四民は風間さんによって命を救われた。寺だ。その後私は復讐をするため風間さんを狙い続けた。来る日も来る日も。だが風間さんはそんな私を逆にせわし近江へと導いてくれた。そうか、それでか。お前が近江に入った後、堂島の風間という男がお前のことを頼みにやってきた。私に手をついて何度もお前のことを。寺田、お前風間のおやっさんにそこまでしてもらって人間としての恩はねえのか。桐生さん、まだわからないんですか。私は人言派の構成員です。人言派の掟は全てに優先する。たとえ親だろうが、やるときはやる。それが私たちの宿命です。血の通った人間の言葉じゃねえな。ええ、私たちは人間であることを捨てた集団だ。そうでなければ26年間も恨みを抱えてこのような復讐を計画することなどできません。とにかくあなたを倒さなければ終わらない。遅かったやないか。高島、あなたには感謝している。私にとって邪魔な人間を予定通り次々と葬ってくれましたからね。くれ、動かないでください。ご苦労だったな。あとは私に任せろ。すべてお前が裏で仕組んだんか。カオリ、会長のおっしゃる通りです。寺田の動きを知って裏で画策したのは私です。近江連合を裏切って人言派と手を組むんか。裏切る、何をバカなこと。高島は人言派と目的が合致した。
登場会を潰すという一点でな。そう。そしてその目的は果たせた。だからもうお前は用済みだ。寺田自分が利用されているとも知らずバカな男だ。やはりお前という男は。高島、お前高島、お前、近江をどないするつもりや。ご安心ください。私があなたの後を引き継ぎます。そんなことは許さん。メイドの土産に教えましょう。私は近江連合六代目となり、東城会を傘下に収める極道社会の全国制覇です。さらに神言派も抑え海外へ進出する。それが私が書いた最後の絵図です。お前ゴーダさん、どいつもこいつもバカばっかりだ。どうしてこう人を信用するのか信じられん。わしは心の底からお前のことなんか信じちゃいない。なんだ、まだ生きてたのか、この死に損ないが。お前の思った通りにはならん。今にわかる。まったくうるさい連中だ。桐生さん、あんたしかいない。この男を倒してくれ。寺田、最後に俺を信じて。何？畜生、なんてことをしてくれたんだ、このバカ野郎が。少しでも動いたら前技打ちますよ。構わないわ、撃って。カオル、カズマ、撃つのよ。いいから撃って。キリュウ、カズマ、お前には撃てない。人を見殺しにできない。それがお前の弱さだ。カズマ。バカな男だ。お前もあの男のように死ね。龍神。男はのう、バカなくらいでちょうどええんや。我のような計算高い男は所詮天下など取れんのや。
一匹でいい。その通りだ。ちょっと何してるの。爆弾のスイッチが入ってるのよ。あと5分で爆発するわ。ねえ、頭がボーッとしてきよって。早いとこ蹴りつけようやないか。早く逃げるのよ。やめてよ、ここから逃げましょう。断る。え？お前は行け。そして生きろ。俺にはまだやることがある。こんな男初めて。さすがわしの妹が惚れた男や。こいつの言う通り、早う逃げ。何言ってるのよ。私はもうこれ以上家族が死ぬのは嫌だ。好きな人が死ぬのも嫌なんや。分かってる。だったら今すぐ。うっさいわボケ。なあわしらもうボロボロや。どうせ助かる時間がないや。でも一生に一度や。兄ちゃんの頼み聞いてくれへんか。時間はないな。いいか、行くで。ああ、手加減はしねえ。来い。いや、わしの体には人工派の血が流れとるんや。いずれこうしてのたれ死ぬ運命やったんや。まあ思ったより長生きしたわ。
顔を見せてくれや。おかんの笑った顔が好きやったや。お兄ちゃん。それなら私もここにいる。あなたを置いて逃げられないわ。俺のことは放っておけ。そんなことできない。ガリもんやしね。怖いか。でもこんなにあったかいのは初めてや。ありがとうね。私ずっと忘れないよ。寺田のおじさん、本当にありがとう。あの爆弾が偽物だったとは、寺田が一番の役者だったな。ああ、奴が言っていた通り、高島のことは心から信用しちゃいなかったのさ。そうだな。最初から爆弾の信管は抜かれていたわけだしな。鼻から爆発させる気はなかったってことだ。しかしまあ、
爆弾が起動した時はどうなるかと思ったぜ。ああ、だがあの時、寺田の判断がなければ高島の思い通りになっていただろう。お前、あの爆弾が爆発しないことが分かっていたのか？いや、分からなかった。だが奴は最後に信じてくれと言った。お前に何を信じて欲しかったんだろうな。多分風間のおやさんへの気持ちだったんだと思う。今思えばな。なるほどな。その言葉に嘘はなかったってわけだ。ああ。